Hulu の新形式発表されました。3時間から2時間に休憩がなくなります。アカデミックディスカッションタスクで、こちらが10分ですから、エッセイが消えるんですよ。そうで始まりました。マチェスチャンネルです。さあ、出ましたね。トフルの新形式発表されました。はい、新トフルなんですが、なんともびっくりですね。ほぼほぼ当たってましたね。もう前にね、動画出したんですけども、3月の段階で出したのと、本当に合ってた。4月11日に新形式が発表されることを、7月26日から新しい形式になるということ。そして試験がどう変わるのかっていうのも当たってましたね。はい、まあ、ETS 試験作ってるとこなんですけども、そこの内部の人とだいぶ近い存在の人がもうバラしてたんですよね、3月の段階で。なのでせっかくだから取り上げようということで取り上げたんですけども、本当に当たってました。見事にトフルはなんと3時間から2時間にというですね、まあ2時間よりも早く終わるんじゃないかと言われていて、ってことはですよ、トイックよりも短いテストになるわけですよ。信じられない、あのめちゃくちゃ長かったトフルが。びっくりですよ。さあ、一体どういう風に変化されるのか改めて見てみましょう。もうね、当たっていたんですけど、さらに細かく情報出ましたんで見てみますね。リーディングはですね、パッセージが2つに変わりますと。はい。今まではダミー問題っていうのがあった場合は4、まあ3から4出てたのが、はい、2つになります。はい、2台で。あのダミー問題って採点されないやつですね。で、それぞれのパッセージに10問ついていますので、まあこれはパッセージごとっていうのは同じなんですが、およそ35分ぐらいになるってことですね。で、今までが54分から72分だったのに対して35ってだいぶ縮まりますよね。3つだったにしても短くなるわけですよ。どうも、ディレクションズですね。この説明のやつがさらに短くなるっていうことらしいんですね。まあ、昔のトフルって、トフル IBT 最初の頃って飛ばせなかったんですよね、ディレクションズね。で、後に飛ばせるように変わったりとかして、どんどん短くしていったんですが、もっと短くなるってことなんですよね。で、形式の方は別になんか新しいみたいな、デザインは変わってましたね。なんか特に目新しいみたいなのはなかったと思いますね。サンプル問題も出てます。で、リスニングの方ですね、は講義形式が3台、各6問付き。で、対話形式が2台で各5問付き。なんで、まあ今までの従来型のダミーがないのと同じってことですね。まあ、今まではダミーがあった場合は、講義形式が4台で、対話形式が3台だったんで。なんで、28問ですね。なんでこれダミーがない場合と同じですね。前はダミーがある場合は39問でしたけど。で、試験時間が36分と。これも5分短縮されますね。41分から57分だったのが、ダミーなしの場合が41分、ダミーありが57分だったのが36分に、この5分間縮められるってだいぶ縮まりますね。まあ確かに、いやでもディレクションズもそんなにあったか、5分も。飛ばしてたからそんなかかんなかったけどな、どっちにしろ。はい。そしてここで前までというか、まあ現在の公式では休憩が入るんですけども、その休憩がなくなります。そう、10分休憩ね。あの10分休憩ね、いつも出てってさ、なんかパン食ったりとかしてましたけど、それがなくなります。そしてスピーキングが、最も変わらないやつですね。同じです。インディペンデントタスクが1問あって、インテグレイテッドが3つ。読んで聞いて話すのが2つあって、聞いて話すのが1台ありますね。読むやつはキャンパスライフ、読んでまとめるやつと、もう1個は講義ですね。はい、講義に関するものを読んで聞いてまとめる。で、最後が講義を聞いてまとめるってやつ。で、これが16分試験時間ですね。今までのが17分と、ここはあんまり変わらないですね。そして一番変わるのがやっぱりライティングです。そう、だから僕、基本的にその本あんま改訂しなくていいなと思ってたんですけど、トフルの書いてるから。だから、まあ、リーディングはそんなに困んないし、リスニングも困んないですね。別に変えることほぼほぼないです。ただ、ライティングは完全に変えなきゃいけないですね。いわゆるインディペンデントが消えるので、30分のね、インディペンデントが消えます。インディペンデントが30分、インテグレイテッドが20分というのが、アカデミックディスカッションタスクというのに変わります。で、こちらが10分ですから、エッセイが消えるんですよ。恐ろしくないですか？で、今までが50分だったのが29分になると。まあ、これ書く時間だけだよね、でもね。それでもさ、そもそも10分と20分足して29分で合ってないじゃん、そもそも。これ足したら30分じゃん。これどういう計算なの？ちょっとよくわかんないんですけど。で、サンプル問題見たら、サンプル問題インテグレイテッドから始まってアカデミックディスカッションの方が後でしたね。で、インテグレイテッドっていうのは今までと変わらずですね。リーディングして、リーディングやって、で、それに関する講義を聞いて、で、まとめるってやつです。
で、アカデミックディスカッションタスクは、まあ、自分の意見は言うんだけども、あるですね、まあ、チャットなんですけど、チャットみたいなやつでプロフェッサーからお題与えられてて、でそれに対して他の学生が2人答えてんだよね。でまあサンプル問題見たらいい点と悪い点答えてましたね。でそれに対して今度自分は何て言うかっていうやつです。100語書くようにって言われてますね。10分100語で、読む時間も含まれてましたね、ライティングのやつに。あれだから、こう読みプラス書きで10分って感じになってました、そのサンプル問題やった感じはね。でこれで合計2時間ということですね。1時間11 1時間27 1時間56分か、普通に発表されてるのと足すと1時間56分。でディレクションズを飛ばせばこれぐらいかな、飛ばさないともっと長くなるのかな。はい、で26日から、あーでまあそっか、時差があるからもしかしたら27日から日本は開始かもよって書いてますね。キャンセルしていいですかみたいなのを、新形式旧形式に関わらずキャンセルすると 50% が返金。 50% だけなんだ、高いからね。今テスト形式以外に変更されることは、レイアウトが変更になったりとか、テストテイカースコアリポートの確認がいつできるのかっていうのを知ることができるとか。ああなるほどね、確かにいつ結果が見れるのか分かんない、それが終了時に分かると。でスコアのステータスに変更があった場合、リアルタイムで通知を受け取る。採点変わったりするってことか。問題数減ってスコアどうなるのって言って、スコア加算されないダミー問題がなくなってるだけだから、スコア配分は変わらないよって言ってますね。まあアカデミックディスカッションタスクががっつり変わるけどね。リーディングパッセージ2つになることによって1問あたりの配点が変わる、それはそうだよね、当たり前ですけどね。でスピーキングとライティングは AI と人両方で採点されるよですね。まあ面白かったのはあれだよね、テストなんで料金変わんないんですかみたいなね、受験料試験が短くなるのにみたいなね。まあ人間の採点感コストなどもあるから変わんないよみたいなね。まあダミーがなくなってるっていうのもあるから、まあ言えそうだけど、あとは自分たちの通貨で払えるようになってるところもあるのに、なんで日本は米ドルで払わなきゃいけないんだみたいなね。そうなんだよね、はい、円安の時にきついもんね。まあ円高の時は得なんですけどね、はい、割引キャンペーンはあるか、なるほど。申し込み手順もアップデートされる予定だって。へー、まあぜひね、アメリカのサイトも出ておりますので、そちら見ていただくのもいいかもしれないですね。日本のと思ってたより結構書いてあること違って面白かったなと思って。であとはまあサンプル問題ねできたりとか、ライティングタスクについての動画なんかも貼ってありますので、まあ、スクリプトもついてるかな、そちらも見てもらえればいいんじゃないかなと思いますね。いやートフル受けるか、じゃあまあそうだよね、受けてどういう風に変わったかっていうのはチェックしなきゃいけないと思いますんで、まあ、ただ本のためにやんなきゃいけないんでね、ちょっと著者って感じた、ネットフルの著者たちと会って決めないといけないと思いますね。どのように変更するのかとか、リーディングリスニングの方はあんまり変わらないかなと思います。もしちょっとデザイン変わるんだったら、ネット上でも受験できるようにしてるんで、問題解けるようにしてるんで、そこを変えるかなっていうのと、で問題2個ずつで区切る形式のチャプター割りとかにしなきゃいけないのかなとちょっと思ってますが、はい、まあそちらちょっとやっていきたいと思っております。はい、新形式に関して皆さんのご意見をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 いやしかしこんな重要な情報が漏れていたということに私は驚きですよ。